で1回戦と0回戦は負けても、3位決定戦に、行くことになりますんで、1回戦と0回戦は気楽にやってください。ではスタートボタンを押して始めてください。本日3月14日ホワイトデーの、初中級者大会始めていきたいと思います。よろしくお願いします。初級の方はですね、この大会が終わりましても、この後行われます、中級無差別合同大会に、参加、組み込まれておりますので、この大会が終わっても帰らないようにお願いいたします。用事があって帰らなくちゃいけないという場合はですね、こちらの方に、行っていただけると助かります。はい、では里毛さんのソルと決算のミディアですね。さあダストワーク、ハイスラッシュ、まあ、これガードしてもね、特に何も起きなかったりするんでかなりいいですね。で一瞬転がって、そして距離を離して、ダストアタックという連携になっていますので、暴れてしまうと投げ暴れとかすると引っかかってしまうというのは結構あります。なので面倒くさいんですけど、まあ、発生自体はそこまで早くないみたいなので、赤く光ったら立ちガードを、それでいいかもしれません。さあ中間距離ではやはりお互いにエンゲス立ち合いソラを振りつつ、そしてソルは足回りをね、振りつつリターンを取っていきたいところではあるんですが、いかんせんこのミディアのエンゲス非常に高性能なのでね、なかなか打ち勝つことは難しい。まあ、ただ 50% ゲージがなければミリア側にリターンはないんで、なるべくゲージがあるときないときで上から行くか地上から行くかを使い分けるといいかもしれませんね。さあここはバーストを透かして、はいはい、クロマさん名前が書いてあるんで300円だけこちらに。あ、ビーバンダイ、ああそうですね、まあ、あと1試合ぐらいなら大丈夫かも。こう書いている間にちょっとごめんなさい、これお願いいたします。勝ったのは、テスさんのミディアですね。すみません、ちょっと、実況できなかったんですが、まあ、基本的にはまあジャンプアイスラとかね、落とされるのはブンブン振るのはいいかもしれませんね。はい、続きまして1回戦 K さんと、空城九太郎さん、はい、今ね3部のアニメもやってるということでね、初級に出ている皆さんはですね、この後行われます 3-on-3 大会にも、参加することになっておりますので、終わっても帰らないようにお願いします。里毛さんもね、この後 B バンドで多分試合が行われますので、よろしくお願いいたします。さあソル対ソル同キャラ戦、K さん対九条九太郎さん、さあ初級者大会と初中級者大会に出ている人たちはちょっとこの K さんに気をつけてほしいんですけども、 K さんがバサラクロスの話をし始めたら、基本的に話は聞かなくて結構です。はい、基本的にケイスさんのバサロクロスの話は受け売りなので、もう全然気にしなくて構いません。話し始めたら距離置いてください。よろしくお願いします。ちょっと彼頭がどうにかしちゃってギルティギアでね、バサラの話をされても困ったりするんですけどね、はいはい、ワロスワロス帰ってあげてください。おっと、しかしそう、今の多分当たってなかったらやってないって叫ぶとこだったんでね、危ないです。さあソウル同キャラ戦はまあ本当にお互いね、同じキャラクターということで、まあ結構やっぱ
相手してみると分かるこのリバーサルの選択肢の多さみたいなところもありますよね。ちょっとかちゃんと重ねると勝利権が飛んでくる。しかも次回作アップデート入るとね、リバーサル系が簡単になるということで、いつも勝利権を警戒しないといけないということでね、やっぱ先飛びとかちゃんとできるようになってくるといいのかもしれませんが、まあ、基本的に最初はそんなこと気にしないで、ダッシュから、ゲージを貯めて足払い、リボルはダウンバッター後にガンフレームを重ねる、ゲージが 50% 余ったら演奏を振って引っ掛けていくっていうところですね。そうなってくるとやっぱ低姿勢の足払いがすごい強いっていうところになってくるんで、その足払いどうやって潰していくかっていうところになってくると思うんですけども、まあ俺自身がまだ潰せないので、うまいこと言えないんですが、まあガンフレームでうまいときはいいんじゃないかなという感じはありますが、もしさて、なんか K さんがんいい感じだったんだが、ガンフレームヒーローはこちらガンフレーム重ねて勝利券やってないわ、出ない 3P から砕けろ、画面中央からガンフレーム重ねてファフニールからユリフレーム取っていくか、なんとここで停止の足払いですね。ここでやっぱり出てくる足払いなんですわ、気をつけてくださいね、K さんがバサラの話し始めたら。あ、 K さん大丈夫大丈夫、1回で終わるからオーバー、呼び出しだけしよう。鉄さんのミリアと正藤さんのメイ、A 問題お願いします。ちょっと待ってね、2、4、8、7、4、B 番台、里毛さんと今負けてしまった空城九太郎さんで B 番台試合です。これ負けちゃうと終了となりますのでよろしくお願いいたします。さっきもね聞きましたよ、ケイさんミリア戦やってる時に何て言ったと思います？ミリア戦とかムジャル戦とか強化された時の好きなんですよってね頭おかしいと思いましたね。はい、鉄さんのミリアと正藤さんメインですね。そうですね、今現在行われてるインカムロケでですかね、まだ多分ロケテスト行われてるみたいなんですが、そちらの方でカードを使ってしまうと今のバージョンでカードが使えなくなるということでね、知らずに刺してしまった人は結構いると思うんですけども、ただ初中級初大会に出るためにはカードを使わなくちゃいけないというね、付け直してしまいましたということでね、すいませんね。さてまあロケテというかな、インカムロケテですよね。ということはまあ多分あのバージョンから変わらずにね、稼働していくんじゃないでしょうかね。おっと今なかなか見えませんね、画面端にいると射程は伸びないですね、ラストね。まあもう勝者はないと思いますね、ダダッコで一本選手ですね。さあ鉄さんかなりイグザードやってませんという名前から察するに、以前のバージョンは結構やっていたような、感じですね。システムのブリッジシールドをうまく使いこなして、返していますのでやってませんという名前ですが素晴らしいですね。さてイルカさんがねかなり面倒くさいですね。このイルカさんは基本的にガードした後なかなか反撃ができないということなんですけども、まあ、ガードショットね無理にして返そうとしてしまうとその場の技に引っかかったりしてしまう時があるんでね、落とせそうな前だけとりあえずタッチピー置いておいたりとかね、そういうのがいいかもしれません。前系からタンデムヒットから SD 空中ダッシュ落として起きてね、バットムーンちょっと高かったんですけどもしっかり落として画面足。さあ投げからこれちょっと痛いコンボが入りそうですが向きが難しかったか、B バンダイは勝ったのは佐藤さん、おめでとうございます。あ、空翔さんもう一試合できるかもしれない、ちょっとそこでお待ちください、下に名前書いてあげてください。負け負けやっちゃうねこの後。さあジャンエス足払いから空中ダッシュ、ハイスラ K、 はい BD が立ちハイスラまでびっしり決まっちゃいますね。黒ペンこっちの方が書きやすいかもしれません。
ペンさん、あ、渡してあげてください。さあ、ダストアタック、前入っ、ここでバースト。まあ、結構この2人はもう数こなして対策積んでいけばもう中級に行けるんじゃないかなといったような、しっかりした動きしてるんでね、もう俺が言うことは何もない。まあやはりそのキャラごとの対策ですかね、覚えておかないといけないかもしれません。このボールが出てきて引くのもいいんですけども、この空中直下することによって硬直減らして、攻め直したりとかもできますんでね、とりあえずボールが出たら下がるんじゃなくて空中ガード、空中直下狙いに行くといいかもしれません。特にね、ミディアは針持ってたらそのガードした外のその場から針投げたりできるんでね。さあ、ダストアタックガード、これボールが出てきてちょっと早すぎたか。これアンテンガーフと言いますが、このゲーム覚醒中は飛び道具が移動するんです。なのでボールがね、今相手の方向に向かっていったら、ガードしない場合は当たっちゃいます。でしかも山田さん飛んでくるんで連続ヒットしちゃうんですね。さあ下段で崩してジャンディー S ハイスラッシュ、画面端落として中段ヒット、ここでバーストも4だが2ハイスラ届かない。これちょっと分かんなくなってきたぞ。ボールが跳ねて触りたい。あははは、これはアイアンセーバーが設置に引っかかりました。上がったのは、テスさんのミディアですね。テスさんのミディアがこれで決勝進出ということで、ちょっと A1 台少しお休みします。B 番台で、あ、ごめんなさい、 A 番台で佐藤家さんと、今負けてしまった正藤さんお願いいたします。ここで3位決定戦になります。いきなりですが、でこの3位決定戦に負けてしまった人と九条九太郎さんで最後 B 番台試合やりますので、よろしくお願いいたします。まあ5人だとね、2回勝てば優勝とかそういう感じなんでね。Guilty K さん優勝したらまたバサラのこと語り出すからカットです。お前また新規の人にバサラの話したらしいじゃないか。嘘だよ、絶対嘘だよ。どうせあの名前で釣ったのバサラクロスって書いてるけど、バサラ勢なんですかって聞かれて絶対言ったろ。絶対そうだよ、間違いない。うわっ、マジか。しかもなんかやばいですね、体力がちょっとリボルバー打っただけなのにすごい減ってしまいました。まあ IP カウンターヒット、これちょっと開幕に前敗者が食らってしまってるんで距離が見えてきますね。ほらね、この場合ちょっと悩みますよね。コンボ、フルコンボ決めてラストのダメージを取るか、途中で落として着地にフルコン決めるかってところだったんですけども、ちょっと浮き上がった直後だったんでね、ダストコンボ入れてきました。さあ2ハイスラから縦いるか、中央前ハイから、ここはジャンプハイスラですね。勝利権を読んでいった感じでしょう。まあ面倒くさかったらそれが勝利権で対抗するのが一番安全だと思いますね。面倒くさかったら、まあ、一番いいのは直打して投げるのが一番安全っぽいんですけども、リターン取れるんだよね勝利権ね。気持ちよくなりたかったら勝利権って気もします。ね、普通のイルカと、設置してあるイルカに乗ってからの、イルカ突撃はこの乗ったやつはね、意外と相手の有利がないので直打してから前に出るというのはありかもしれません。場合によっては空中投げなども狙えます。これは潰した、ちょっと難しい距離、リボルバーロマンキャンセルでもよかったですね。勝利点が届かない場合ゲージ 50% 持っている状態でしたら、空中リボルバーにつないでロマンキャンセルで上がります。おはははは、めっちゃ速いグランドワイパー、早すぎて途中でガード立ちガードしちゃいましたね。多分飛びたかったんでしょうね。リボルバー、これも命が結構落としづらい。かなりいい勝負になってはいるんですが、最初ですがブリンガーバックステップ、リボルバーで落として、ガミマシダストアタック、ここはしっかりフルコンボ決めていきたいところ、ちょっと距離離れてしまったがしっかり落ちている。ダストの予感性がついてジャンプハイスラー、うまい、ロマンキャンセルが、ここはキールキャンセルを仕込みたいところですが、1週間後には使えなくなっているので、ね、できなくても問題ありません。
ちょっと体力差ついてきたマサトさんですが、ゲージがあるがここで入ってしまう。ちょっともったいない。ガンフレームの恐怖。さあ怪しい体力状況はかなりソルが有利ですが、イルカ当てて足払い当てて、さあ逆転劇につなげていきたいところですが、バックステップ通常内から画面しよう。あ沿線が沖沿線がみたいになっている。立ち合いしたら、さあ体力じわりじわりと追いついてきた。燃えていくか。これは到着に誘って、勝ったのは佐渡家さんのソロということでね、2回勝ってあれなんですけども、佐渡家さんが本日は3位となります。おめでとうございます。では佐藤さんそのまま B 番内行って空城九太郎さんと試合の方をお願いいたします。で A 番内で決勝戦、鉄さんのミリアと、K さんのソルよろしくお願いします。でこの後ね、もうすぐに 3-on-3 行いますのでよろしくお願いします。Guilty Gear Exile。 多分最初に行う試合はですね、2大進行でいきますので、 A 番台がゲランさん、デンライさん、トラストさんのチームと、ブップンコさん、羽屋さん、マルハンさんのチーム、でもう一つが高橋さん、鉄さん、ケンイチさんのチームと、ピノさん、モガさん、マサトウさんのチームが、最初試合となります。 A 番台はどちらでもいいのでね、じゃんけんで決めてもらいますのでよろしくお願いいたします。その他のチームは、大会開始前に呼び出しますので、エントリーした方はですね、すぐに呼ばれたら移動できるように準備の方をよろしくお願いいたします。では決勝戦、鉄さんのミリアと、ミリア戦大好きなケイさん。うわマジで、マジかよ、すげえな。まさかのリバサブリッジ、うわーやってないんですかやっちゃったテンション上がった返せると思いませんでしたね、ブリッツ。ダメ足成長している、ダメ足。あー、ここはしっかり読まれていました、一本選手は、テスミリア。まあ、昇竜拳を警戒して、技をね、重ねないときは、バックステップだったり、上入れっぱなどで逃げれます。で、その逃がしたくないときにね、ミリアがちょっと昇竜拳も怖いんですけど、2K や 2S などで、しっかり引っ掛けていくって感じになるんですけども、まあ、そこら辺読み合いですかね、昇竜拳があるだけでね、こういう読み合いできるといいですね。しっかり重なってない場合 のみですが。さあ、メディア戦に定評のある K さん。あっパンは足元目で回避。おおロマンキャンセルからハーフニール、いやー安定コンボ、燃えて、おお引いたと思ったら戻ってくる。最終ラウンド、決勝戦最終ラウンドになっております。やはりリターンがねかなりでかい。ソルの行動に対してどう止めていくかですね。今針を投げてしまったんで立ち回りに戻ってもかなりちょっと面倒くさいかなって感じがあるんですけど、さプレッシャーをかけていくのはケイソル。昇竜拳安定ですね、落としていく。ミリアがゲージ 25% あるんですけども、どう使っていくか、しっかり見て、おー恋しているジャンディ・ファフニールなかなか空中にいる時のブリッツって返すの難しいんですけども、ケイさんの今のは単純に上手かったですね。2回とも返したんで、見てからあ今ちゃんとねそのリボルバーに対してブリッツを狙っていった鉄さんも素晴らしかったんですけども、それを2回も返していったケイさんが褒めたくはないがすごかったということで優勝はケイさんのソロとなります。おめでとうございます。鉄さん次頑張りましょう。ではこの後初中級者大会のゴード 3-on-3 大会となりますのでよろしくお願いいたします。ちょっとだけ上手かったですねマジかよ、バサラ。